い、テリバンレトロ実況プレイパート21です。と、引き続き、リンゴちゃん狩り、していきましょう。これ、霜降り肉足んねえな。キメラのそばさまでしょ。まあ、でも、おじいちゃんいるからな。おじいちゃんに後で飛ばしてもらおう。はいはい、まず1個よし、ここでもう1個よし、パイキルトと焼き付き機習得、たっぷりモスゲット。これで一旦コーカサスの育成は完了。ヘラクスもレベル12になってますね。これ配合できるわ。じゃあまあ一旦戻りますか。肉もねえしな。自信どこにいたっけ？いた。なんならこの人でちょっといいモンスター戦えられたりとかしなかったなぁ。まあ、ヘルビースト CT もまだ仲間にしたことがない魔物なので、いてくれればそれはそれでね、助かるというか、素材にはなりますが。これ、行くかな？モーズにはどうね、ちょっと当たらなかったというか、効かなかったみたいだけど。よっしゃ。つか、つえな。おかさす。普通にして高くない？やるやん。B もいい感じなレベルだったんで、向こうが遅れでいいな。そしたら配合。ヘラックス。効果させ。保留で。まだレベル足らんのか。じゃあ。鑑定。
では行くか。こっちはぐらいで。これもちゃんとレベル20付近まで育てて技を覚えさせましょう。成長遅いんでね、ちょっと手間ですけど。ただあれだ、もう一回ちょっと牧場整理をしよう。しばらくガップリンとかドラゴン系とかね、集めないといけないんでね。よしよし。今9だから、あと8入る。8入って2だから、カップルにとりあえずあと5体、あと3体か。仲間にしよう。一旦ね。まだまだ必要ですけど。あ、でもだいぶ減ってきたな。また金策しなきゃ。ドラゴン系も仲間にしないといけないから、骨付き肉も買っておく。検索したくちゃ。あと10種類。じゃあ引き続きガップリン集めです。今回も一階層目から出てくるのでね、いろいろアイテムとか探しながらやっていきましょう。いやー、一体だけはさすがにこれ捕まらんねえわ。
まず2個は食わせなきゃ無理だもの。奥義使わないようにしておきます。全体攻撃で倒しちゃう。これならワンチャンいけるかな。バカ。よしよし。危ない。ザオラル来ました。サソウドリム来ました。刃の防御いらねー。待てよ、いらんか。よしよし。とりあえずあと3体。あと2体か、とりあえず。右行けよ。おい。ミノーンなんかいらんのじゃ。くっそ。これは1手殴っとく、もう1手殴っとく、適当に揺らしとく。あ、ダメじゃん。ローズが思ったより強かった。アストロンの重要性がアストロンの重要性が。おお、この布陣は素晴らしい。ナイス、いいとこ殴りに行ったね。休め程度の骨付き肉。あれ、マジかよ。絶対行ったと思ったのに、最後に骨付きやったからむしろ逆効果だったかな。そんなことないと思うけど。ね、
アイテムが4個。葉っぱはいらんかな。なんだこのデッドペッカーとスゲンズは。あ、飛ぶね。一番左ちょっと魅力的だけど、もうちょっとしたら野生でいっぱい出てくるからいいや。無理させない。あと殴りに行く。いいね。よし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 。いけ。ここしか食わせらんねえべや。右狙い右。よし。お利口さん。よし、オッケー。もう一体ぐらい行きたいっすね。とりあえず。不安定なんだよな。そっちから行っちゃうんだもんね。ミノンとのペアの時はダメだな。肉捨ててるようなもんだ。お前単体で出すぎじゃね。サソリアーマーって割と簡単に作れるし、まあ、当然虫系最強モンスターなわけなんですけれど、なんだろう、他の種族最強に比べるとなんかそんなにさ、尖ってないっていうか、今一つなのよ。
もう一声ってなっちゃうステータスなんですよね。もうちょっとさ、防御力上げるとかさ、耐性高くするとかさ、なんかしてもよかったんじゃないかなと思いますけど、まあまあまあ、虫系のにしては、なんか、ブレスとかさ、そういうのに対して耐性高いかなって思わなくもないくらい。なんでその配置だと左から行くんですか？バリア痛え。このバリア踏んで、メタキンとぐらい死ぬべや。危ねえ、死ぬかと思った。よし。オッケー。危なかった。一番の脅威、このね、バリア床かもしれないよね。固定で食らうんだもん。おお、どっちから狙うのこれ。ああ、行ってよかったんだ。もしかして、ガップリン右にいるときって、比較的、左から狙いがち？お、ミミックだ。経験値うまそう。あ、モロバギリか。危ないことするな。ぶねえ。経験値うまっ。出たつもりに、お前もモロバギリかい。なんていいところに。あー、でもさすがに無理よ。それはさすがに無理よ。一応行く？お、あー、そっち行ったか。みんなワンパンだった。これはガップリンが殴られるパターンでしょ？あ、違うの？どういうこと？どういうこと？それやめろ。死ぬぞお前。
まあ、またいた。行きたいね。あ、やべ、ガンガン行こうで沼だった。お、ナイス。来たこれでカップリン5体と。最後にコート芝居て。いらないねー。キメラの翼ねえかな。悪魔系、俺大目玉捕まえたっけか。試してみるか。あ、来た。待って、俺悪魔系いらねえじゃん。悪魔系はいらねえじゃん。素晴らしい。あら、なんか大変なことになってる。点滅しました。いやー、だいぶ減ってくな。肉持ってかれたー。くそ。はい、まあやらかしてしまいましたけどもね。とりあえずまあ、必要なガップリに、うん、まあとりあえずまた5体ですけどが手に入ったということでね、次回また改めてちょっとお金集めたりとかもしたいし、あとまた捕まえてないドラゴン系のモンスターを探して、ガップリンと配合させて、アンドレアルを量産していきたいと思います。はい。
まあ、そんな感じでテリーワンレトロ実況プレパート21、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てください。